皆さん、こんにちは。声優として常に第一線で活躍されている日高のり子さんですが、声優としての活動をスタートする前はアイドル歌手として活動されていました。しかもかの有名な朝倉みなみを演じる前までは崖っぷちのアイドルだったという話です。今回は日高のり子さんがどのような経歴をたどって現在に至るのか、またどのようなキャラクターの声を担当してきたのか調べてみました。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。日高のり子さんといえば声優としてのイメージが先行すると思います。しかし冒頭述べた通り、アイドル時代経て現在があります。アイドル時代はどのような活動をしていたのか見てみましょう。日高のり子さんは10歳の頃に児童劇団に入り、子役として芸能活動をスタートしています。なんと1977年に未来からの挑戦に本名の伊藤のり子名義で出演し、ドラマデビューを果たしていました。そして1979年放送の特撮ドラマバトルフィーバー J にはレギュラーで出演されています。以外にも女優としての活動が最初でした。そして1980年にアイドル歌手としてデビューしました。1980年1月21日発売、伊藤のり子名義でテレビアニメ双子のモンチッチの主題歌双子のモンチッチの歌を歌い、レコードデビューされています。ですがこの頃は所属されていた劇団の仕事の一つという感覚に過ぎなかったそうです。その後本格的にアイドル歌手デビューの話が持ち上がったものの、私は女優になりたいのでそのつもりはありませんとそれを断ります。しかし女優としては知名度が低かったこともあり、アイドル歌手として全国の人に名前を覚えてもらった方が女優としてもいい役をもらえるのではという提案を受け、歌手デビューすることを決断されました。ちなみに日高のり子となる前にたった1日だけ蘭陽子という名前を名乗ったこともあったそうなのですが、どうしてもしっくりこなかったことから芸名の付け直しを要請しました。その際に日が高く昇るようにという願いを込めて日高となり、さらに高の字をはしご高にした方が自覚がいいということで日高のり子として活動していくようになりました。モノクロテレビ1980年12月1日発売の初恋サンシャインで本格的にアイドル歌手としてデビューされたのを機に、本名の伊藤のり子から芸名の日高のり子として活動するようになりました。アイドル歌手デビューされたことにより、それまで所属していた劇団を退団することになった日高のり子さん、その後すぐに芸能プロダクションに所属したのかというとそうではなく、レコード会社の CBS ソニーの宣伝部預かりという立場だったそうです。芸能の仕事がある日は芸能活動を行い、そうでない日は事務所で電話番やお茶組みといった仕事をされていたこともあったそうです。それ以降1981年に入るとアイドル番組レッツゴーヤングやタノキン全力投球にレギュラー出演されていたほか、笑福亭鶴子のオールナイトニッポンではアシスタントとして出演されています。レッツゴーヤングにはサンデーズの一員として出演していました。日高のり子さんと同期のサンデーズのメンバーには川崎麻世さん、堤大二郎さん、光一平さん、坂上俊江さんらがいました。クイズ番組シャープワールドクイズカンカンガクガクでは全国各地をめぐるレポーターとして出演します。しかしこの番組、ディレクターが出演者は全員お笑い芸人だと思っており、クイズとは全く関係ないとんでも演出も多かったのだそうです。その結果、日高のり子さんは真冬の北海道ロケで15分間雪に埋められる、群馬県の温泉施設で赤ちゃんクマと入浴させられ、ポニーテールの根元を噛まれる、奈良公園で鹿に蹴られるなどの壮絶ロケを経験しました。今でいうリアクション芸人の分野のお仕事です。アイドルなのに芸人顔負けの体を張った仕事をされていたとのことです。アイドル歌手としてデビューされたものの、なかなかブレイクせず伸び悩んでいた頃、崖っぷちトリオなんて呼ばれていたこともありました。ラジオ番組
笑福亭鶴子のオールナイトニッポンで鶴光さんのアシスタントとして出演されていた日高のり子さんと、日高のり子さんの後任として出演されていた坂上俊恵さん、浜田樹里さんの3人を見た鶴光さんが、売れないともう後がないということで名付けられたユニット名でした。実際に週休6日というほぼ仕事がない時期もあったそうで、アイドル活動をされていた頃は苦悩も多かったようです。つまり声優として活動する頃にはかなりのキャリアがあったということになります。日高のり子さんが声優の仕事をするきっかけとなったのが、出演されていたラジオ番組に届いたリスナーからの一通のハガキでした。日高のり子さんは声に特徴があるので声優に向いているんじゃないですか。そのメッセージにより、そうか、声優になったらセリフが喋れる、お芝居ができると思い、声優のオーディションを受けることになりました。モノクロテレビ、1984年放送のテレビアニメ超時空機団サザンクロスのムジカノバ役で声優デビューを果たすと、それ以降はトントン拍子に仕事が決まっていった日高のり子さん。声優デビューから約1年後には代表作となったタッチの朝倉みなみ役で大ブレイクを果たします。日高のり子さんはまだ演技経験が少ないうちに声優デビューしていたので、当時は演技力が酷評されていたそうです。ですが本人の耳には届かないように周囲がしていたので、自分が下手だという認識がなかったのだそうです。タッチのオーディションの時も上手ではなかったそうですが、その声が評価され、下手だけどこの子にかけてみようということで採用されたのだそうです。タッチにはキャッチャーの松平幸太郎役で林家こぶ平さんが出演されていました。日高のり子さんは林家こぶ平さんと一緒に先輩声優やスタッフから演技指導をされていたのだといいます。ここで自分の実力不足を知ることになりました。特に達也役の三谷裕二さんからは、下手くそ、もっと僕のことを好きになってよと感情が伝わってこないことを指摘されていたそうです。南ちゃんといえば日高のり子さんの声しかイメージがないので、そんな風に言われていたという事実は全く想像もできません。最初はかなり厳しい指摘もされましたが、この指導のおかげで短期間でみるみる成長していったそうです。そして三谷裕二さんとは現在でも親交があり、コンビネーションという事務所を共同で設立されています。さらにその後も隣のトトロの草壁さつき役、ランマ2分の1の天童茜役、不思議の海のナディアのジャン・ロック・ガルティーグ役などなど多くの人気作品に出演しました。ランマ2分の1の天童茜も南ちゃんもヒロインですが、また違ったタイプです。天童茜は道場の跡取り娘で、かなり強気な性格で男嫌いという設定でした。日高のり子さん自身、実家が空手道場で今まで演じた役の中で一番自分に近いのは天童茜だと話しています。ランマ2分の1が放送されたのは1989年からで、タッチ以降経験を積んでから臨んだ作品です。そしてこの作品にタッチの時の日高のり子さんのように新人として入ってきたのが主役の早乙女ランマ役、山口勝平さんでした。今度は日高のり子さんが自分がされたように山口勝平さんに指導をしたのだそうです。そういった意味でもタッチの現場の経験は生かされていたようです。ちなみに山口勝平さんは今でも日高のり子さんに頭が上がらないのだと言われています。そして山口勝平さんとは同じ高橋留美子さんの次の作品犬夜叉でも共演されています。さらにアニメ作品やナレーションの仕事にとどまらず、近年では ETC の音声案内を担当されたことも話題になりました。日高のり子さんの声を聞きたくて ETC を取り付けましたという方もいるそうです。いかがだったでしょうか。今回は日高のり子さんのこれまでの経歴を改めて振り返ってきました。ある一定の年齢になると声優のイメージしかありませんが、アイドル時代もあったという事実に驚かされました。唯一無二の可愛らしいその声は、芯の強い女性から可愛らしい女性、はたまた小学生役など幅広く多岐にわたります。本当に多くの方から愛されている日高のり子さん、今後の活躍にも期待したいところです。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そして
この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。